久保さん。やっぱりね、あのー、稼げない人のパターン、共通、共通みたいな、ポイントみたいな。多分ね、これは久保さんも感じてると思いますけど、これ絶対あるんですけど、スピードが遅すぎますね。マジでスピードが遅いですね。なんか一個やるにしても、なんかスピードが遅いんですよ。稼げない人はね。だからスピードが遅いからどうなるかっていうと、スピードが遅いじゃないですか。遅いんで、違うのよ。遅い、遅いから、なんか、 一個やる前にもう一個違う、違うとこ行くんですよね。遅いから。でも、早い人って、早くできるから早く終わ,る終わっちゃうんですよね。だから早く終わるからまた次なんですよ。でも遅い人遅いから、遅い中ああ、やっぱ稼げないな、みたいな。やっぱ次みたいなね。全部遅いんですよね。うん。だからね、やっぱね、早くするってことは大事ですね。行動を。もうパン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 早くするっていう。 で早くするためにはどうすればいいんですかっていう話で、ある一定の量をこなさないと早くはならないんで。それもね、まあ、小学生でも分かる理論かなと思うんですよで。僕は小学生でも分かる理論で稼いできました。うん。あの、ある程度量やれば、あの、できるようになるっていうね。僕昔、その小学校の時に一輪車乗れなかったんですよ。だけど、小学校6年生の卒業式の時に、クラスでね、一輪車の、 そのみんなで肩を組んで一輪車で写真を撮ろうっていう話になりましてで一輪車なんか乗れないんですよでめっちゃ練習しましたねでそしたらあの乗れるようになりましたでその、まあ、クラスで一輪車で乗ってねこうなんか写真撮ろうぜっていう話だったんで、まあ、今度僕は乗れるようになって、まあ、結構乗れるようになって後ろ向きも乗れるようになったんですよもうめちゃめちゃ練習してね後ろ向きでもちょっと行けたりとかくるくる回れたりとかねだけどちょっとねおデブちゃんで、えー、ちょっとちょっと いるじゃないですか、クラスの中でね、ちょっと運動神経。で、みんなでね、教えてね、こうやる、頑張ろうぜってってやってねで、その運動神経が悪いおデブちゃんもあの一輪車乗れるようになりまして、で、最終的にクラス全員で、あの、なんだ、あの、写真撮れましたね、一輪車の。まあ、何が言いたいのかっていうと、練習したらある程度できるよっていう <laughs>。練習すればある程度できるよっていう。これ、小学生でも分かると思うんですけどね。 やんないですね。はい、いってらっしゃい。